東洋太平洋ミニマム級タイトルマッチ12回戦を行います。赤コーナー20戦1勝16 KO 勝ち104パウンド日本の1位フィリピン WBC 世界ミニマム級に OPBF 東洋太平洋ミニマム級チャンピオンロジャーミニマム級のチャンピオンは WBC でも2位にランクされる実力者です。青コーナー20戦13勝4 KO 勝ち4敗3引き分け105パウンドグリーン在所属元日本ライトフライ級チャンピオンチャレンジャー OPBF 東洋太平洋ミニマム級5位受けまして、コールに高木がコールされました。元日本ライトフライ級のチャンピオン、東洋太平洋のタイトル、これを手にすることができますか。東洋太平洋のタイトルには初挑戦です。この試合レフリーはビル・クランチーさんアメリカ、そしてジャッジが2人、ブルース・マクダビッシュさんフィリピン、そして日本の安田さんです。レフリーも判定に加わります。最低限加わります。この試合放送席の解説は元 WBA ライトフライ級のチャンピオンの山口圭司さんです。さあ山口さん、この興梠選手にとりましてはね、まさに背水の今日の戦いだと思うんですけれども、ね、かけてると思いますけどね、今日はやってくれると思いますけど、頑張ってほしいですね。一方こちら3度目の防衛戦に臨みます20戦無敗のチャンピオンロデル・マヨール、第1ラウンドです。左のストレートをまず伸ばしていきましたロデル・マヨール。パンチありそうには見えるのですけどね、わからないですよね、はい、ただこの20勝のうち16個の KO 勝ち、8割のノックアウト率ってのはこれやはりパンチ力を物語ってはいるんでしょうけれども、そうですね、バネットもキレがすごいですからね、やっぱりスピードもありますよね、まあ、ただそういった数字に、ね、飲まれて戦うということもありませんし、コオロギはとにかく動いて動いて、はい、まあ、コオロギ選手はあの昨日非常に軽量の時もですね落ち着いた表情を見せていたんですが、はい、とにかく一発大きいのをもらったら終わりだと、そうですね、それをもらわないように前半乗り切って後半に持っていきたいという話をしていたんですね。テクニックは十分、ね、通用するものありますからね、顎を上げないように、はい、左のストレートダブルトリプルと伸びてきます。紺のトランクス黄色のラインが入っていますのがチャンピオンのロデル・マヨール、一方輝く水色のトランクスが興梠貴之、やはりパンチ早いですねチャンピオン、早いですね、キレもありますねすごい、コオロギの調子も悪くはないですよ、はい、同じグリーンツアジムの中島選手がかつてこのロデル・マヨールと戦っているんですが、はあ、その時にあの中島選手見えない角度から飛んでくるパンチが非常にすごいという言い方をしているんですね、やっぱり見えなかったら、見えないで食ってしまったら倒れますからね、これはガードしています。それが KO 率の、ね、はい、高さにも関係してくるんでしょうね。見えない角度というのがねやはりくせ者ですよね、ストレートこれはガードしています。コオロギ積極的にいっているのはチャンピオンです。そうですね、目もいいと思いますよ、はい、ただこの第1ラウンド挑戦者あまり自分から手は出しませんね。そうですね、コオロギが左へ伸ばしてくる。コオロギもうちょっと動きたいですね、はい、第1ラウンドチャンピオンのロデル・マヨールが積極的に出てきます。非常に速くそして強いパッチをコオロギに叩き込んできますが、コオロギもここはうまくまだガードしています。ああ左、右から左ちょっと大振りですがこれが軽く顔面を捉えています。ああいうパンチをもらうことですね、
やはり今の踏み込んできたアッパーなんかもね、一発当たればという感じですからね。第1ラウンドが終了しました。世界を目指す新星と言われますこのフィリピンのロデルマヨール、ご覧のように20戦して全勝、そしてそのうち16のノックアウト勝ちがあります。ノックアウト率は8割です。アマチュア戦績もこれだけ、そうなんですよね、アマチュア戦績も豊富です。一方こちらコオロギ高幸、かつて日本ライトフライ級のチャンピオンに輝きまして3回の防衛を果たしています。20戦12勝3敗という成績、12勝のうち4つの KO 勝ちがあります。 KO 率は低いんですけどね、実際パンチはなんかないんですよ、ある方なんですよ。はい、僕も何回もスパーリングやってるんでね、ラウンド元 WBA ライトフライ級チャンピオン、そして現在は井岡ジムのチーフトレーナー山口圭司さんの解説でお送りをしております。 OPBF ミニマム級のタイトルマッチ、チャンピオンフィリピンのロデルマヨールと挑戦者日本のコオロギ高幸です。松原さん、はい、挑戦者サイドの1ラウンド終わっての感想なんですが、チャンピオンは非常にパンチが伸びてくると、で同じリズムで何度もパンチを繰り出してくるんで、その同じリズムを同じ段階でもらわないようにという指示を与えてますね。なるほどね。でこの青コーナーのリングサイドに実は元世界チャンピオンの徳山選手が今来てまして、はい、試合前に絶対いける絶対いけるとこれ3回繰り返して、はい、コオロギを送り出しましたね。岩本アナウンサーのリポートですが、このコオロギ選手の目標とするのが徳山正盛選手です。その尊敬する選手の前で今日の試合結果を出し、東洋太平洋のチャンピオンに輝くことができますか、コオロギ高幸。これはうまくかわしました。左もガードしています。もうちょっと動いた方がいいですね、コオロギが。もうちょっと足使えますもんね。そうですね、またチャンピオンのタイミング、タイミングもいいですよ、はい、本当に伸びてくるという感じのパンチです ね、今もありましたけれども、ボディー、これはちょっとローブロー気味か。コオロギ選手はこのところ前回の一宮選手との試合が判定引き分け、その前恵比寿岡選手にはノックアウト負け、テクニカルノックアウト負けなんですが、自分自身この2試合を振り返ってですね、はい、相手のレベルに合わせて戦ってしまってるんだと、スタミナ考えてなんか自分でも手数が少なくなってるんだろうなって話をしてたんですね。強いやつにはそれだけ燃えるってことでしょうけどね。そうですね、まあ、前回のその一宮戦の後引退という言葉も自分の頭の中をねよぎったそうなんですが、このマヨールとの対戦が組まれるということで改めてもう一度気持ちを振り起こして今日の試合に臨んでいます。これにこの一戦にかけてると思いますね、本当に。まあ、しかしこの第1ラウンドから相手のプレッシャーもあるんでしょうが、コオロギのパンチの方があまり出てませんよね。そうですね、もうちょっと動いて動いてね、相手を攪乱して攻めたいんですけどね。はい、このボディ右を返していきましたコオロギです。ただやはり山口さんもいろいろな経験がおありだと思いますが、はい、相手のプレッシャーでなかなかやはり自分がパンチ出せないってこともあるんですかね。そうですね、そういう時はもうちょっと動いてね、足を使って回って、はい、それで、まあ、ジャブで組み立ててね、いったらいいんですけど、ちょっと左から右、ね、はい、手が出ない状態になんか睨まれてる状態になってますから、左から右食らった。ここで第2ラウンド終了、今終了の時にペロンと舌を出しましたのがコオロギ高幸です。東洋太平洋ミニマム級のタイトルマッチは第3ラウンドに入ります。前回の防衛戦ではなんと6回に2回、そして7回には3回、第1ラウンドにもダウンを奪っていますので、なんと挑戦者のホリを6回ダウンさせたというこのチャンピオンのロデルマヨール、まあ、結局は最後テクニカルノックアウトの形だったんですが、はい、とにかく挑戦者が現れないほどの、ね、凶暴らしいですからね。松原さん、はい、この第2ラウンド終わって挑戦者ですね、はい、回れ回れ回れ、あとですね、リズムよく、はい、このリズムというのを強調してましたね、随分、はい、やはりこの山口さんも回れ回れという声が今出ましたけれども、止まっちゃあかんですよ、
やはり止まるとこのチャンピオンのねパンチ取ってきますからね。相手が先に打っちゃうんでね、どうしてもね、後手後手になっちゃうんですよね。はい、仕掛けていかないとね。そうですね、左右から入ってほしいんですけど、どうしてもこのチャンピオンの正面に立つ形になっています。これはガードしています。ゴールに大振りのパンチは空を切りました。チャンピオン左から右のストレート、コオロギの方がこれ足を使いたくても使えないのか、それともあえてこういう形で今日はボクシングをしようと考えているのか。まあそうかもしれないですけどね、まあ止まってた方がよう見えパンチは見えることは見えるんでね、はい、その後避けた後すぐ手出したいですけど、はい、まあ今前半戦なんでまだね、うん、それとやはりチャンピオンは早めに倒しに来るだろうから、逆にそこでカウンターを狙いたいと。で相手は割と早い回のノックアウトばっかりなんで、スタミナがあるかどうかもわからないんだという話をしてるんですね。まあ、これは作戦かもしれないんでね、だんだんパンチも見えてきたん違いますかね、はい、さあこのチャンピオンのパンチに対してとにかく手を出していかなければいけません、はい、コールに高行、これからね、うん、手を出していってほしいですけど、ボディが入りました。またボディ、このボディも踏み込んでからの含みの、ね、ボディが来るんでね、非常に効果はあります。やっぱりチャンピオンうまいですよ。だけど、はい、左軽く顔面、右の服が当たった。左を見せておいて右が伸びてきます。まあ、今の角度なんていうのはそれこそ見えない角度から来たのかもしれません。もっと左を出さんとね、左から今の、それからつなげていったらいいんですよ。ここで第3ラウンド終了です。世界の2位にもランクされています OPBF 東洋太平洋ミニマム級のチャンピオンロデル・マヨール、つまりそのマヨールの上には WBC はチャンピオンのブストスと、今日防衛戦を行うブストスと、そして前チャンピオンのイーグル、今日はこの2人しかいません。松原さん、はい、青コーナーサイドリズムが単調になるなというのは同じだったんですけども、はい、相手が左フックずいぶん大きいのを狙ってきていると、はい、この左フックには注意しろということでしたね。はい、ボディを狙ってきます。チャンピオンのマヨール、今のリポートをどう聞かれましたか。そうですね、その左フック、全部のパンチが強いんでね、うん、全部が怖いんですけど、まあ、まだ見えてるとは思うんですよ、はい、もっとジャブついて動いて、上体振って動いてね。ただ強烈なボディをね3ラウンドあたりから出してきてますんで、はい、徐々にこれが効いてくる可能性もあります。そうですね、まあ、ボディは見えてるから大丈夫だと思うんですけど、ストレートパンチが伸びてきますよ。今ガードの間割っていきました。ワン、ツー、スリーを食らっています。また伸びてくるジャブ、もうコオロギから自分から手出さんとね、あ、右当たった。手出さんからもう食っちゃうんですよ、そうそっからそっから、しかしその次が続きません。これ左が当たった。チャンピオンの左から右、手出せばやっぱり強いのね、カウンターが怖いんでしょうね。でしょうね、うん、ボディワンツー、やっぱり入るなら入るで、はい、守るなら守るでいいんですよ、左から右、もう下がろうとしてもそのパンチが伸びてくるので下がりきれません。チャンピオンペースで試合が進んでいます。第4ラウンド、なんとかコオロギも自分の形に持ち込みたいんですが、チャンピオンがなかなかそれを許してくれません。左が当たった。いやだけどコオロギよく頑張ってますよ、はい、ただこのままではね、コオロギの方に勝機は見えませんし、ね、はい、
体振って体振って手数を出さないと、もっと、そっからなんですよね、うん、そっから中に入っていけばいいんですけど、はい、ジャブを一発に出した段階でもう手が止まってしまいます。コオロギ右が伸びてくる、マネグラの右を返したコオロギです。ここで第4ラウンドが終了しました。出しろ、ランハイ背番なし、セコンドからもチャンスがあるから練習通りという声が飛んでいました。コオロギ高幸、そのチャンスをしかし山口さん作っていかなければいけないんですよ、はい、もうちょっと上下にね散らして、ジャブでももっと手出さないとやっぱり、はい、松原さん、はい、セコンドはね、はい、相手は倒しに来ているんで、うん、ガードしてミット打ちと同じだと思って、はい、練習通りしっかりやれというふうにちょっと激怒飛ばしましたね、はい、やっぱりコンビネーションでね、軽い気持ちで打ってほしいですね。力がちょっと力んでるんで、確かにこれチャンピオン狙ってきてますね、パンチがね、はい、第5ラウンド2分、まもなく残り時間2分となります。放送席の解説は元 WBA ライトフライ級のチャンピオンの山口圭司さんです。右のボディ、もう一個の体全体を預けるように踏み込んで打ってきます。チャンピオン左が伸びてくる、コールになかなか手が出ません。そうですね、左から作らんとね、作っていかんと、一発二発は出るんですけど、そこからがね、はいはい、続かないんですよ、まあ、しかしチャンピオンもこの動きを見てる限りですね、別にあのスタミナの方も心配なさそうですし、今のところはね、やっぱり自分のペースで試合してるからね、スタミナも切れるのでしょうけど、飛んできた長いパンチ、今のはかわしてます、これはかろうじてかわしました、あの服も怖いですよ、まあ、それこそコール選手が試合前に言っていた、あれ一発食らったら終わりっていうパンチですね。第5ラウンド残り1分を切っています。左から右、これはガードしています。アッパーから入っていったコオロギ、少しずつ確かに相手のパンチが見えてはきているんですが、そうですね、もうね、それで返しのパンチが欲しいんですけどね。そうなんですよね、やっぱ強いですわ、怖いですね、あのパンチは。本当にじわりじわりとプレッシャーがかかってきます。コオロギ高い、あっと今頭が当たりました、目の下あたりをコオロギが痛そうにしていますが、今レフリーがチェックして試合再開です。残り10秒、パンチが届きません。コオロギ的確に離れ際でも顔面にパンチを当ててくるチャンピオンのマヨール、いやうまいですわ。ビッグチャンスをつかんだコオロギ、さあ第6ラウンドに進んでいきます。 OPBF 東洋太平洋ミニマム級のタイトルマッチ、チャンピオンのロデル・マヨール対挑戦者日本のコオロギ高幸、グリーンズ・ザ・リムの所属。終盤の第6ラウンド、右のストレート、左が当たった、これはちょっと効いていないというポーズを見せたコオロギ、左のストレート伸ばしていきます、まあ、チャ
ャンピオンのパンチが本当にぐわっと伸びてきますんで、やはりこれなかなか踏み込んでいけないんですね。そうですね。でもましてやパンチ力もありますからね、でスピードもあるでしょ、はい、なかなか自分からパンチ出せないですよね、しかしこれ相打ちか。相打ちですね。相打ちですね。今のはね、コオロギのパンチも当たりましたよね。今いいパンチ入ったと思いますけど、やっぱりパンチ力ある分、コオロギの方があのロープまで飛んでいった感じになりましたが、コオロギのパンチも当たっていました。離れ際のアッパー、コオロギの左を伸ばしていく。第6ラウンドチャンピオンが前に出てくる。さあロープへ詰める。ここはうまくクリンチで逃れます。コオロギ、しかしチャンピオンもちょっと狙いに来てるから大振りも少し目立ってきたんじゃありませんか。そうですね、だいぶ振りが大きくなってきましたけど、だけどこうやってやってるとまたねちっちゃく打ったり、ちょっと狙ってるかもしれないですけどね、はい、コオロギはとにかく中相手手数ですね、はい、もうちょっと手数を出さないと大きいパンチはいらないですね、大きい。ボディ攻撃はチャンピオンのマヨール。ボディが連打、そしてアッパーを突き上げる。このボディはガードしているコオロギ、下から上への打ち上げ見せるチャンピオンのマヨール。残り30秒の声、第6ラウンドラッシュしていますチャンピオン。詰めていこうというチャンピオン。ボディ、しつこいほどボディを狙ってきます。そして今度は上、チャンピオンが第6ラウンドの 後半ラッシュを見せました。しかしここはコオロギも耐えました。まさに今日の試合に全てをかけるというコオロギ高幸、29歳、松村さんの西臼杵郡の出身です。はい、どうぞ。あ、すいません、はい、チャンスあるというのがこの時間帯を終えたセコンドの見方でして、はい、相手が押し込んできているので、はい、タイミングさえ合えば相手は倒れるという言い方をしてました、はい、うん、どうですか山口さん、そのあたり。そうですね、なかなかいい場面、ね、この前のラウンドありましたから、ちょっと振りも大きくなってるし、はい、これ当然あのチャンピオンが前半と違って向きになって打ってきたら当然コオロギにもチャンスが出てくるわけですよね。あ、左から右、大きな左、これは下げています。右のストレート、やっぱりチャンピオンはパンチ一発じゃ終わらないですよ。その上パンチありますからね、そんな思い切り打ってるようには見えないんですけど、世界第2位にランクされているこのチャンピオン、現在は東洋太平洋ミニマム級のチャンピオンですが、当然世界を狙うチャンピオン、次のステップへ今日の試合をクリアしていこうという考えは十分にあるでしょう。一方のコオロギとしては初の東洋タイトル挑戦、なんとかここで全てをかけてのボクシング人生、大きなタイトルが欲しいところ。かつての日本のライトフライ級のチャンピオンであります。コオロギもここ最近ないいい試合なんですけどね、いい調子っていうんですか。そうですね、コオロギ回れ回れ、はい、さあここでコーナーに詰めるか。マヨル、コオロギも話していたように相手に合わせてしまう試合ということで、今日はこの強い相手だからこそこういう試合になってるわけですね。そうですね、強い相手と戦うのは怖いけれども楽しいところもあると話していましたコオロギ。ガードしています。確かに前半に比べてパンチは見えてきてるみたいです ね、見えてるし自分のパンチも当たってきましたからね、ちょっとでも左のメディルを切りましたか、コオロギ。
少し当たってますね。腫れてなってますね、はい、まあ、切れてないから切れてないと思うんですけど、反対側の左の目尻のあたりが赤く腫れ上がってきています。第7ラウンド残り時間もうほとんどありません。ガードの上からのパンチ、ここで第7ラウンド終了です。ラウンド8、第8ラウンドです。まあ、その早い回のノックアウトが多いということでコオロギの方も後半のスタミナ勝負という考え方も少しはしたと思うんですが、動きはどうですかチャンピオン。その後変わらないですよねチャンピオンは。動きはなんとか少しでもそのチャンピオンの動きを止めたいコオロギ高行。OPBF の東洋太平洋ミニマム級のタイトルマッチです。左のストレートを伸ばしてきますチャンピオンのロデル・マヨール。ボディー、ボディを狙ってくる。さあ来いと挑戦者のコオロギボー、厳しい表情。さあ打ち合いになるか。第8ラウンドボディを狙ってきます。しつこいほどのボディ攻撃第3ラウンドから出していますチャンピオンのロデル・マヨール。首を抱え込むのを注意されました挑戦者のコオロギです。この試合放送席の解説は元 WBA ライトフライ級のチャンピオン山口圭司さんでお送りをしています。なかなかこのパンチが邪魔で前へ出ていけません。挑戦者のコオロギ高行、12ラウンドで行われています OPBF 東洋太平洋のミニマム級のタイトルマッチ。試合は後半の第8ラウンド。なかなかコオロギは自分の攻撃そのパターンに持ち込むことができません。チャンピオンペースで試合は依然として進んでいます。左、しかしこれはガードしています。20戦無敗のチャンピオンに挑戦している日本のコオロギ高行。単発のパンチは一発二発当たるんですが、なかなか連続してこのチャンピオンのボディ顔面を捉えることがありません。とにかく伸びてくるチャンピオンのパンチ。高いパンチ、チャンピオンボディ、ちょっとこれはトランクスに引っかかりました。右のストレートが伸びてきたチャンピオン。残り10秒、コールにはちょっと打ち返す。しかしチャンピオンも手を出します。第8ラウンドまで終了しました。ラウンド9、まだまだコール気合入ってますよ、松村さん、はい、青コーナーサイド相手の右に対して右のアッパーを合わせるようにと、うん、右のアッパーのチャンスがある、この1点に集中してましたね、はい、セコンドサイド岩本圭介アナウンサーからの情報ですが、その一発を狙っていくという形にちょっと切り替えかけてますか作戦を。マヨールですか。今のコオロギの方ですね。コオロギですか、右のそのアッパーが当たるという ね、 この右のアッパー当然相手が左を出してきた時にカウンターで合わせろという形になると思うんですが、自分で手を出している中でその一発狙うっていう感じですね、はい、非常に速いマヨールのパンチ。ボディです。ただそのセコンドからの指示があった右のアッパー、ここまでその打つチャンスというのがありませんコオロギ高行。OPBF 東洋太平洋ミニマム級のタイトルマッチ、20戦無敗のチャンピオンフィリピンのロデル・マヨール、
コオロギ高行き、コオロギ狙ってますね、はい、そのコオロギがチャンピオンに挑んでいます。試合の流れからいうとチャンピオンがここまで非常にいい流れで来ています。コオロギとしては一発逆転を狙いに行きたいようなラウンド終盤に入っています。ただ非常に今日のコオロギというのは気合は入ってますね。いやいや、もう一番この試合が一番入ってるんじゃないでしょうか、はい。正面から受けてしまったコオロギだ。今のタイミングで、そこまで効いてないと思うんですけど、カウント9で立ち上がりましたコオロギ高行です。残り55秒、まあ、今のちょうど足が揃ったところでストレートが伸びてきた感じですね、はい、チャンピオンの左倒しに来てますね、はい、クリンジでも何でもいいから、第9ラウンドチャンピオンが最初のダウンを奪いました。さあここからコオロギどう反撃していくか。ボクシング人生の全てをかけた今日の試合、初めての東洋太平洋のタイトルへの挑戦、コオロギ高行き、コオロギ顎引け。相手は無敗のチャンピオンロデルマヨール。残り時間は10秒。そうそう、まっすぐ下がるな、回れ回れ。山口さんからも声援というか、まあ、このような指示が飛んだんですが、第9ラウンドコールにダウンを奪われています。ラウンド10、東洋太平洋ミニマム級のタイトルマッチ12回戦、残すラウンドは3つ。チャンピオンのロデルマヨールが第9ラウンドにダウンを奪っています。挑戦者日本グリーンツアリムのコオロギ高行き、放送席の解説は元 WBA ライトフライ級のチャンピオン山口圭司さんです。さあ山口さん、もうこれはしかしコオロギとしては捨て身で一発狙っていくしかないでしょう。そうですね、もう勝負をかけてると思うんですけど、はい、松原さん、はい、コオロギサイドはですね、足が止まって正面に入ったらダメだと、うんね、先ほどのダウンの教訓、改めて確認した後で、はい、タイミングはしかしても合ってきていると、はい、まだチャンスある、これからこれからというふうに送り出しましたね、うん、そうですよね。今岩本アナウンサーのリポートにあったように、正面に立って足揃うとこれ一発しますのでね、うん、ただコオロギもこれ足使おうとはあまりしていません。もう打ち合いに行こうとしています。チャンピオンの方がなかなかそのコオロギのペースには持ってこさせてくれません。やはり先に手を出し続けているのはチャンピオンなんですよ。そうですね、うん、必ずジャブからね、まあ、時々右からも行きますけど、必ず自分から出してますから、はい、ノックアウト率8割を誇るチャンピオン、強すぎて挑戦者が現れない状況。タイトルを取って1年半で今日が3度目の防衛戦になります。これ本当によう頑張ってますよ、コロギは。パンチが伸びてきます、チャンピオンのマヨール。ただとにかくもう少し手を出してほしいですよね。そうそうそう、パンチ力があるだけに一発当たればというところもコオロギには残されています。チャンピオンボディから顔面への打ち分け。第10ラウンド残り1分を切っています。コオロギ手出せ。軽く右を出しましたコオロギ、アッパー、はい、チャンピオンのアッパーがいきなり左飛んできました。ボディ、コオロギ勝負かける、勝負。チャンピオンのストレート、いいパンチが伸びます。残り30秒、第10ラウンド。ボディを狙っていくチャンピオン。あっと、ちょっと足が揃いかけた。どう体勢しても一発狙っちゃうんですね、はい、残り10秒になりました。第10ラウンド、手数を出している中で一発狙うのはいいんですけど、はい、単発なんですね。そうなんですよ、
最初から一発狙っても当たらんですからね。第10ラウンドが終了しています。さあ気合を入れて残り2ラウンド。気合は十分です。はい、第11ラウンド。松原さん、はい、青コーナーサイドももう細かい指示はなくなりましたね。でしょうね。あと2ラウンドだ、とにかく行け、相手を倒しに行くんだ、これだけ、言って送り出しました。はい、コオロギにとって残されたラウンドはあと2ラウンド。まあ、しかしチャンピオンの方も手をこれ緩めないと言いますか、全くあの守りに入ってこないですよ ね。 すね。先に攻めることでチャンピオン逆にコオロギの攻撃を防ぐ形になってるんですね。アーミー踏み込んできたのマヨールの右です。ちょっとこれはコオロギダメージがあったか。いや大丈夫です。ちょっとガードが開いた。そこや、手出せ。画面ボディから顔面の内訳です。チャンピオンのマヨール、なかなかしかし思うように手が出ないチャレンジャーのコオロギ。これはあの挑戦者としてはもう相打ちでもいいからとにかく狙っていかなきゃいけませんね。コオロギ自分から行け、自分から、はい、ちょっと左の目のあたりを気にしています。挑戦者のコオロギ少し腫れてきて見にくくなってきた、はい、左の目。左目のまぶたが腫れ上がってきました。コオロギ高行き、しかし KO ハンターのチャンピオンのマヨールにダウンは一度奪われたものの KO 勝ちは許さない。頑張り切ることができるか。コオロギ高行きローブローです。ボディから顔面、ただこのボディ攻撃もねコオロギ受けてるんですがよく頑張ってますよ。ただチャンピオンもなかなか隙を見せません。ストレートが伸びてくる、右から左。先に手を出すのはやはりチャンピオン。コオロギ勝負かけろ、勝負かけろ。残り30秒、第11ラウンド。勝負せ。放送席から山口圭司さんも勝負をせえとチャレンジャーのコオロギに大きな声援を送りますが、しかしなかなかチャンピオンがそれを許してくれません。左が当たった。一発思い切り右を振ったコオロギ。一発上がるぞ、2発3発、2発3発。さあチャンピオンも行く。それでもコオロギまだ記録は伏せていない。第11ラウンド終了。頑張っていますコオロギ。確かにこれチャンピオンの方もしぶといやつだという感覚は持っているかもしれませんが、コオロギは気が強いですからね、口の中が切れてますね今ね、見てますと毎日が混じっています。さあしかし残すラウンドは1ラウンド、ボクシング人生をかけた3分になるかもしれません。コオロギ高行き、チャンピオンのロデル・マヨール、1ラウンドから攻め続けていますがこのコオロギを倒すことはまだできません。20戦無敗のチャンピオン。さあ残り1ラウンド、コオロギがこのチャンピオンに突きをつけることができるのか。ラストラウンドに入ります。コオロギ人生かけ。さあラストラウンド、山口さんがおっしゃったようにコオロギ自身も人生をかけた、このボクシング人生の全てをかけた今日の試合。チャンピオンのマヨールがまた先に手を出す。攻めたいコオロギ。これはもう一発狙ってるのかな。はい、そうそうそう、狙っていったコオロギ。とにかくあの気合は十分ですから、その自分のボクシング人生をかけた一発が当たれば ね、 そうですね。ただチャンピオンもなかなかそれを許してくれません。先に手を出すのはチャンピオン。あえずこういった形で第1ラウンドから試合が進んでいます。
また左が伸びてくる、左が当たった、それでもひるまない挑戦者のコールに高行き、あっという間にラストラウンドの1分が経過しようとしています。前へ出ていきます。20戦無敗のチャンピオン、フィリピンのロデルマヨール、フィリピンのロデルマヨール、さあ残りあと1分50秒、コールギとにかく手を出せ、攻めるしかありません。セコンドからの声援も大きくなっています。青コーナーのコールギサイド、しかし山内さん、これだけコールギに手を出させないっていうのもチャンピオンのうまさなんでしょうね。ただチャンピオンも前半に比べると多少動きが鈍くなってきています。もうここで一発、はい、いいの。さあチャンピオンも手を出す、これ勝負や勝負や、そっからや、はい、さあ大歓声、場内はコールインコール、さあ残り1分、これいけ、とにかく行くしかありません。挑戦者のコールイン高行き、コールイン行け、左から右の連打はチャンピオンの迷う、ただなかなか手が出ません。コールイン高行き、パンチ合わせ、10戦無敗のチャンピオン、その牙城を崩すことはやはりできないのか。コールに高行き、最後の最後まで記録を振り絞ってチャンピオンの前に立ちはだかります。チャンピオンも狙っているが、それでも倒れないコールに高行き。さあ残り時間あと20秒、ラストラウンドです。 OPBF 東洋太平洋ミニマム級のタイトルマッチ、チャンピオンのロデルマヨール無敗のまま3度目の防衛なるか。さあコオロギのボクシング人生をかけた最後のラウンド、残り時間ありません。ここでゴング、試合終了。12ラウンドフルに戦い抜いてチャンピオンが両手を挙げました。20戦無敗、ノックアウト率8割を誇るチャンピオンのロデルマヨール、しかしコオロギ一度のダウンは喫したものの KO 勝ちは許しませんでした。いや、山内さん、最後までコオロギ勇敢に戦いました。そうですね、ええ試合でしたけどね、うん、徳山雅堀も見つめるこのリング上、試合は判定です。今ジャッジペーパーが集計されています。レフリーのビル・グランシーさん、そしてジャッジは2人、フィリピンのグルース・マクダビッシュさん、そして日本の安田さん。現在ジャッジペーパーの集計が行われています。戦い抜きました12ラウンド、コオロギ高行き、そしてチャンピオンロデルマヨール。ジャッジブルース・マクダビッシュ120対107、ジャッジ安田博義同じく120対107、レフェリービル・クランシー同じく120対107、以上3対0の判定により勝者赤コーナー OPBF 東洋太平洋ミニマム級チャンピオンロデルお聞きいただきましたようにチャンピオンがフルマーク、相手に1ポイントも与えずに、そしてダウンを奪ったラウンドはこれ2ポイント取ったということで、3人のレフリージャッジともに120対107という圧倒的な判定でチャンピオンが3度目の防衛を果たしました。だけどこう